他の業界に比べてやっぱその指向性がすごく強いところなので、まあ、面接でもやっぱ求められるものになりますね。マーケリネクストキャリア、責任者の川村です。今日も IT SaaS 業界に、関わる、キャリアについてのですね、有益な情報をお届けしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。で、今回は、さっき別でお話しした、各企業のですね、事業成長フェーズによって具体的にどんなメリットデメリットがあるかというところについて、もう少しちょっと詳しくですね、お話をしていきたいと思います。で、今日も、ちょっと資料を、見ながらお話をしていきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。先日別の動画でですね、企業の良し悪しは人によって変わると、つまり転職軸によって、企業の選択軸フィットしてるしてないというのも変わっていくよという話をしたと思います。ですが、まあ実際こう一般論としてのこの事業成長フェーズによるメリットデメリットみたいなところがあるので、まあ、それをですねお話しすることによって、まあ、ご自分の軸がどこになんとなくフィットしてるかみたいなところを今日イメージしていただけるといいのかなというふうに思っています。で、まずですね、結論からお話をするんですが、本音のですね、転職理由によっても、まあ変わるんですけれども、今回本音がキャリア軸、つまり成長が最重要テーマという形で見れば、アーリーフェーズであったり、成長過中の企業の魅力って非常に多いかなというふうに思います。具体的にですね、アーリーフェーズの企業さんって、まあどういうメリット、デメリットがあるのかと。いう話になるんですけれども、まず一般的な大きいメリットとして、アーリーフェーズの企業っていうのはまだ成長過中によっての社外の競合も多くないっていうところだったりとか、まあ、社内のメンバー間での競争もそれほど激しくないであったり、まあ、活躍しやすく成果を出しやすいというところであったりとか、まさにこう規模拡大の過中にあるので、まあ、事業の中核とかマネジメントを早期に狙える期待値が非常に高いとが、まあ、大きい、強みかなというふうに思います。で、逆にデメリットというところでいくと、別でですね、ちょっと鈍化するタイミングがあるという話をしましたけれども、成長を、鈍化したまま事業がうまくいかないまま巻き込まれていくような可能性があったりとか、あとはやっぱり拡大過中なので一つの業務だけに専念できないとかね、まあ、教育環境がなかなか整ってないみたいなところは、懸念としてかつデメリットとして上がりやすいかなというふうに思います。で、さらにちょっと詳細にお話をしていくと、アーリーフェーズであっても先ほど言った急成長過中のタイミングなのか、成長が少し鈍化しつつあるタイミングなのかによっても少しメリットデメリットが変化します。例えば急成長に過中にある、まさにこうちょうど拡大を続けていたりすると、こう成功体験って積みやすいですし、まあ、商談機会も多いので、成長しやすい環境とも言えるかなと思うんですが、企業から、つまり会社から求められる目標であったり、要望性も非常に高くなると。同じタイミングで入社してくる社員もいるので、切磋琢磨しやすく、PDCA の回しやすさっていうのも魅力なんですけれども、やっぱ競争も少し激しくなっていくと。ただまあやっぱ拡大規模、社内規模とか組織規模をまさに拡大している最中なので、やっぱこうリーダーやマネジメント機会も得られやすいっていうところ。で、競争環境の中で正しくですね、野心を持ってリーダーとかマネージャーを狙えるみたいなところは、まあ、このフェーズの強みやし魅力かなというふうに思います。で、これが、成長が今鈍化しているまさにジャストなタイミングで入っていたりすると、やっぱ現場が想定してたよりもちょっとタフだとか、ね、成果が思ったより得られづらいとか、社内の議論とかディスカッションがかなり活発、まあ、いい意味で活発、悪い意味で言えば激しいか、で試行錯誤による PDCA がすごく激しいタイミングで、まあ、退職者もですね、行ってここで出るんですよね。なんで、こう一見不安になるタイミングかなというふうに思うんですけれども、ここを乗り越えていけるかどうかっていうのはすごく大きくて、ここを乗り越えるとですね、ここを辞めずに乗り切った方々は中核メンバーになれる機会も大きいですし、この試行錯誤期っていうのは、やっぱり成長機会としても非常に重要だったりするので、成長というベクトルの何が機会として成長の後押しをしてくれるかっていうのが、環境によって少し違うというところを覚えておいてもらえると思います。
で、そして何より今メガベンチャーとしてこう日本を背負っている IT サービス業界の代表格の役員陣はやっぱアーリーから参入されている方々が多いので、いずれですね社会的な課題を大きく担っていきたいとか、管理職としてマネージメントをどん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 担いたいみたいな方はやっぱアーリーフェーズっていうのは非常にいい環境かなというふうに思います。続いてですね、レイターフェーズ上場系の企業さん、まあ、大手って言われるところですね。こういうところは一番のメリットは、これは今も昔もっていうところでもありますけども、キャリアの市場価値のラベルがつけやすい、安定感が高いというところですね。やっぱ我々もそうですし、皆さんも見極めがいらないと、キャリアに市場価値がつけやすいというところです。であとは、育成とか研修の器が非常に厚い、とかガバナンスとかの観点でもやっぱ制度とか仕組みがしっかりできているケースが多いので、一定水準のパフォーマンスが出しやすい環境ではあるとですね。ただ逆に一定水準が出しやすいということは、社内もたくさんの社員がいて競争環境が激しかったとか、優秀な方々も多いので、その中で成果を出していかなきゃいけないというところであったり、市場も成熟していて競合も非常に多いというところで、営業としての成果を生み出すための難易度っていうのは思ったよりも高いということが多いです。で、あと従業員も非常に多いので、自分自身がこう会社に価値を貢献している実感が少し得られづらかったりであったりとか、先ほどたくさんの社員がいるってお話ししたので、まあ、入社時は年収は少し良かったかもしれないんですけれども、その後年収ポジションがなかなか上がらないとかっていうのもよくある課題として出てきているので、まあ、今お話ししたメリット、デメリットっていうのは、それぞれフェーズによっても大きく変わってきますし、まあ、その会社によっても細かく言えば変わるんですけれども、大きな傾向として捉えながら活動していただくと、ご自身が今内定をもらっている、今受けている企業が、まあ、どういう特徴、傾向を持っているかっていうところを、より高い解像度で見れるんじゃないかと思いますので、まあ、ぜひ参考にしていただければと思います。